適当に。この前あなたからもらった券でエルグレコで行ってきて、はい、で次の日に円空店行ってきて。円空店？円空、それ別の友達からもらったやつだけど、はいはい、仏師、仏様を彫る人、はい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 、で円空店っていうのが、東博博物館があってて、はい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 、上野じゃん、上野、そう上野、上野で、そうそう上野の山、上野の山で、3日目がこれ金土日休み取ったから。あ、そうなの。そうそうそう。で日曜日にシャビ写真美術館行ってきて、はいはい、昔の防具、北の、そう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 、昔の防具の写真を撮ってた人の展覧会と、それの上でやってた幕末の写真、はいはい、北海道東北編、俺の大好きな土方さんの、そうそう、写真とかあったね。チケットにね、を見に行きました。すごいアート付いてるね最近。アート付きますよ全然。で、まあちょっと残念なお知らせだけど、ペアチケットもらったじゃないですか、はい、全部1枚余るっていうね。うーわー、ペアで行ってよ全部ワンマンで部屋で行きなさいよ行ってまいりました、はい、で、はい、そのエルグレコ展、前あなたが話したじゃないですか。はい、話しましたね。いや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 、なかなかね、無限在の音宿り、はいはい、とか、俺思ったけどさ、ちょっとこうキリスト教ってちょっと SM チックっていうかさ、うん怒られるかもしれないけどインターナショナル、そうそうそう、いや十字架にねこうなってるじゃん、はいはい、キリストが、はい、ちょっとこう甲骨の表情っていうかさ、なんかあのコンセプトがわからないと、うん、そうそうそうっていうことよね。いやなんかヌミノーゼっていう現象があって、はい、簡単に言うと神が降りてくるっていうか、はい、すげえ神秘体験するみたいな、はい、でヌミノーゼの瞬間を具現化するっていうのがエルグレコのなんか真骨頂じゃん。目に見えないものを具現化して、けどそれが結構ガチってハマって気持ちいいみたいなのが、でそれになんか現実のものを混ぜてっていうやつやね。でその神秘体験してる人はもう甲骨の表情みたいな、はいはい、ちょっと行っちゃってるみたいな、はいはい、あれはねいい感じで気持ち悪いというか、うん、すごいなって思ったのと、あと反面すげえ禁欲的ななんか絵とかもあって、うん、なんかキリスト教ってちょっと偏ってるっていうかさ、なんかキリスト教の、まあ、宗教画っていうかあれのコンセプトって、はい、結構決まってるよね。あ、はいはいはい、あの決まってるってどっち？いや、あのこれこれこれみたいな感じで、あの例えばマリアの、うん、お告げされてる図だとか、キリストのそのさっき言ったあの十字架にあれ縛られてるっていうか、吊るされてるとかね、とかなんかもうこれこれこれっていう風に決まってるじゃん大概。それあれじゃないの、そこを求められてるからじゃない。だってさ教会に貼る絵とかで決まってる。あ、なるほど、ね、そうするとさカインのカインとアベルみたいなところとか、まあね、そのノアの箱舟ももちろんあるけど、ノアの箱舟やられてもっていう感じもするし、やっぱりこのビシッっていうあの来たーっていうとこなんじゃない。やっぱあれなのかな、真ん中高めお願いしますそう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 お願いしますみたいな、分かったってボンって決めるっていうカッキーンっていうことなんじゃないの。でもそれがうまくハマって、うん、カッキーンなわけですよ。そうそうそう、エルグレコ的には。あとまあこれでも前々回だっけ、あのエルグレコの話聞かなきゃ分かんない話してるよね。まあそこリンク貼ってて、はい、はい、でエルグレコはね金曜なんだけど、俺ね金曜行くのいいなと思った。8時までやってるじゃん。ああそうだね。だから休日に美術館行きたい人は金曜休み取って、結構夕方からボツボツ行ってだらーってでゆっくり見て飲みで帰るって結構いいあれだな、まあね、うん、早いからね閉まるのね。そうなんですよ、もう6時半とかでしょ最終、だから俺最終入場。そう、土曜日に円空展って言って、うん、あの丸いに空って書いて円空さんっていうお坊さんがいて、うん、はい、仏師ってあの仏様を彫る人なんですよ、はいはいはい、一説によると10万体生涯に彫ったって言われる人なんですけど、
それが6時半なわけ、うん、で結構焦って俺もう、まあね、片付けとかね、そう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 、洗濯とかしてたらいつまでか午後になって、そう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 、けどまあ一応そのほら上の前近いじゃん、うん、で出たのが3時半ぐらいで、うん、で着いたのが4時半の前ぐらいでしょ、うん、でそこから6時半じゃん、うわやべえと思って2時間しかねえと思ったけど、変空点すげえ近かったんだ、うん、回って1時間ぐらいだからまあ楽だったんだけど、ちょっと愚痴っていいっすか、はあ、あのね円空天行って仏様見るじゃん、うん、でなんとか如来とかよくわかんないじゃん、よくわかんない、そうするとそれまた仏教の世界をこうちゃんと知らなきゃわかんない世界なんで、で要はくぐりながら行ったりとか、はいはいはい、メモりながらやったわけ、はいはい、したらそうすると係員の人 の人が「あの携帯をやめください」って言って、はい、分かりで「分かりました」とね、俺は別その時は「ああやっぱ何かやっぱ言われるんだな」と思って、うん、で俺は素朴に「あなんでダメなんですか?」って聞いた、うん、怒るというか素朴にね「うん、なんかダメなんですかね?」って言って「写真とかですか?」って言ったら「うん、いやあの保護のため」って言われて、はい、はいはい、あそうですかっていう話で、あやっぱ電磁波とかあとはその導線上に人がいて溜まったりとか、うん、そういうことですかねって言ったら、いや保護のためって言われて、うん、何を保護するの、何から何を保護するの、えって俺思い出して、うん、いやてか今保護保護言ってるけどそれ決まりのための決まりってことなんですかってなって、まあ、したらいやちょっとって言い出して、もう俺があ分かりましたみたいな感じになっちゃって、これ何がダメなの、いや単純にあれでしょ、写真でしょ、簡単に言えば、いやだから写真なら写真でいい、うん、いいわけさ、その時はそれ言われなかったもんね、何なんだろう結局、いや単純に写真だと思うけどね、ねえ、うん、俺もそう思ったよ、ね、みたいな、仏様がね50体ぐらいあったんやけどキリキリしちゃってね俺効果ねえじゃんと思ってでも最近さ、あのなんだっけ、ガイド、イヤホンガイドみたいの聞いて、なんかなんていうの、それをその場所に行くと一番押してくださいみたいな、あ、はいはい、あれで、なんかこう聞きながらガイドを受けながらみたいなのを、新たでした今回、変化、ああ井上新太、井浦新太、またねそこに書いてあることと同じこと言いやがってさふざけんなよと思ってさ、新太あれでしょ、今度あの日曜、あそう日曜美術館NHK のね、そう東北のポスターもね、あなただもんね、あそうなんだ、そうあのリニューアルの時のポスターが、はいはい、そうそうそう、美術続いてるな、そうですよ、俺が転職したらね、ちゃんとうちの人からもらわなきゃね、ほら俺はさ今なんかこう目の前にあるからホイッと取ってさ入ってあげれるけどさ、これができなくなるよねうまく定期的にそうねちゃんともらってポイ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 あげれなくなっちゃうよね酔っ払ったらすぐ開けるじゃん俺、そう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 、あった思い出したバラまき制作みたいなね、で2日目がさ、その円空展の後が例の土砂降り、あはいはい、そうあえて土砂降り、そうそう、あえて土砂降りってね、まあそれで人が少なかったんだろうなみたいな、うん、でもさ爆弾低気圧と言いながらさ、もう爆弾になったのが真夜中じゃん、まあ、あんま関係なかった、ね、あんま関係なかった、どうすごい、なんか日曜ピーカンだったじゃないですか、風は強かったけど、日曜日俺は武蔵小杉に行ってみました、お引っ越したんですよ、キャー先にね、キャー先に、あで、まあ、川崎と武蔵小杉の間ぐらいのところに住んでて、はい、武蔵小杉に、はい、東急のなんかショッピングモールみたいなのが 駅ビルみたいなのができたっていうから、まあ、行ってみたんですよ、はい、まあしょぼかった、あなたよね、なんかね武蔵小杉ってなんて言うんだろうな、すごい昔ながらの街並みがあるんだけど、今ニョキニョキっとねすごいビル高層マンションが建っていて、めちゃくちゃ人が入ってきてるわけですよ、新しい新住民たちが、だからそういうのをターゲットに、まあそういう東急が作ったんですけど、まあしょぼかったね、けどむさこむさこってそう言われてるんですよ、響きいいじゃん、うん、まあね、だって渋谷まで10分なの、いや俺は分かんないけど
とかもう本当にすごいアクセスいいよ、ね、周りだから新宿までも全然近いし東京駅もね一本で行けるしみたいな、あのなんだっけ横須賀線が、はい、横須賀線、ね、の駅ができたからちょっと離れてんだけどね、うん、乗り換えがちょっと離れてんだけど、まあいいっちゃいいんだろうけど、うん、なんかなぜあそこに住むのかっていう理由がいまいち俺には分からなかった。けどさ、街要はさ渋谷とかに出たいからむさこっていうことなんじゃないの。あ、そういうことね。要はその街自体の魅力は別にいいっていうかさ。あ、でももったいなくない、なんか自分の住んでる街。分かるよ、土日にプラッとした時に新しい発見があるみたいなのもさ、面白い場所があるっていうか、それはまあ大事なことなんですさ。多分なんかその隣の新丸子とかの方がなんか面白そうな感じ、俺的には。まあ何が面白いかが人によって違うからね。まあ、ね、で、はい、日曜日シャビですよ。シャビ、はい、写真美術館、はい、恵比寿、はいはい、もちろんワンマン運転で行ってきたんですけどなんで一人で行くかなあそこあそこ冷静に考えたら映画もやってんだね。映画もやってるよ、うん、1階の200席、190席ぐらいかな、うん、確か。いや、そういえば俺恵比寿の映像祭の時にそこで見たなと思って、うん、で、あそこ2階と3階展示室があって、あるね、2階で防具って雑誌あるじゃないですか、はいはいはい、おしゃれ雑誌戦後すぐの防具で写真を撮ってた人の写真があって、いやー、よかったなと思うのが、正直さ、シャビの、チケット結構もらってたじゃん、うん、で俺なんかよくわかんないしと思って行ってなかったりしたけど、うん、この際行ってみたわけ、うん、みたいな感じでね、うん、で行って初めて見たわけよ。そしたらまあまあまあそれはすごい面白かったな。面白いよ、うん、だからこう無理から興味が広がるっていうかさ、うん、いう意味ですごい良かったの。結構こじんまりとしてるっていうか、そうそう、すぐ回れちゃうね、シャビの展示室狭いから。しかもそんな人も多くないしね、うん、なんかねガツガツしてないんだかしてるのかよく分かんないんだよ、あそこの写真美術館っていうところが。そうね、そうね、あんなさ立地にあるのにもかかわらず、まあ、入場者数がねいまいちっていうのはちょっとなんかあるらしくて、まあ、恵比寿映像祭の話もここでラジオでしたかもしれないけど、恵比寿映像祭はすごいやっぱり無料だし人めちゃくちゃ来るんだけど、他の展示がなんかいまいちパッとしないっていうか、一応写真と映像の美術館なんですけど、なんかパッとしないっていうか。でも現代美術館もさ、やっぱりいい企画とかをボコンってやるとバンと跳ねるったりとか、ニュースになったりとかさ、毎年夏にはジブリのやつをやるし、何なんだろうね、企画力なのかな、やっぱり。そうね、ただ写真美術館の前、前ってすごい前だけど、アンの、エヴァの、あ、はいはい、アンの監督が撮った実写版を一時期シャビしかやらないっていうのでシャビでやったりとかしてた。多分俺まだ福岡時代の、結果としてその後 DVD とかなったんだけど、はい、あれじゃなくて、ね、特撮じゃなくて、特撮じゃなくて色実っていうね、ああいうのが撮ってっていうのがあったんだけどね。そういうね、なんかやっぱ公共の施設だからさ、ちょっとスペシャルなこととかやってくれるよね。そうですよ、全然面白いのに、まあ、NHK 的な、ね、感覚でね。あ、そうそうそう。で、3階が幕末写真展で、言えてないよ幕末写真展はい、あの鼻詰まってからね3階があの幕末写真展みたいなのがあってて、うん、有名な土方歳三の写真があるじゃないですか。はいはい、あの残切り頭になった後のね。そうです、うん、また2枚目でね、うおって感じでしたよ。うお、いい男。ところがね、あの写真すげえちっちゃいんだよね。あ、そうなんだ。そう、もうほんとね、トランプのカードぐらい。あんだけなんかね、そうそうそう、有名っていうか土方歳三っていう名前が出てくるとあの写真みたいなね、いや、あるもんね。
北海道政府っていうか、はいはい、五稜郭とかね、はい、でね、まあ、その時代の写真があって2つ思ったのが、1つは写真出来たてだからみんなポージングのやり方がよく分かんない昔ってほら結構露光、要するに開きっぱなしで長くしなくちゃいけないから、うんうん、もう固まった姿しかできない、うん、それともう1つがポージングやってんだけどよく分かんなくて男同士手つないでたりする違う違う違うってね、それは違うよっていう、ね、うほっていうそうなるほどね。でもう1個が、まあ、東北ってことなんで、やっぱ昔の東北の被災の写真とかあって、うん、ああそういうことね。磐梯山がドカーンってなった時の災害の写真とか、あの三陸大津波の時の、はいはい、明治時代、そうですそうですの写真があったりとかして、でちょっと切なかったのが富岡町、富岡町、うん、あの原発がある富永寺のあの辺り富岡町ってあるんだけど、で富岡町から今回写真を借りたかったんだけれども、例の一件で借りれなかったの、というか入れなかったの、そういうことね、エリアに、はいはいはい、だからそこの写真をデジタルで復元してここに貼ってます、早く治ってほしいですねみたいなのが書いてあって、まあやっぱりちょっとね、その辺りっていうのはもう日本人にとって避けて通れないというか、うん、東北といえば、ね、いいか悪いか別としてそうなっちゃったなと、うん、まあ有意義だ、いかがでしたよ、リア充しました、それ違、使い勝手違うと思うよ充実しました、リアルに充実は、ああ充しました、あリアルに充実はそうなんだけど、はい、それってもうちょっとなんていうの、女気があるとかその友達と一緒にとか、はいはいはい、そういう時にリア充って使うよね、はいはい、あなたのは完全にこうワンマン運転飛ばすですみたいな、プップーみたいな感じじゃないですか、はい、あのおっしゃる通りですおっしゃる通りでございます